借金して女遊び野口英世。千円札の寝癖の方、野口英世は黄熱病を研究し、感染症の克服に貢献した努力の人ですが、借りた金を女遊びで散財してしまう割とダメなタイプの人でした。当時は医術開業試験を受けないと医者になれなかったため、知人や先生から大金を借りて上京しますが、その金で女遊びを覚えてしまいます。それから中国に渡って医療活動をしますが、そこでも女遊びで散財します。さらにアメリカに留学することになりますが、金がない英世は結婚するつもりのない女と婚約して持参金で渡航します。そして破談にしてごまかします。それから酒場の女と結婚し、研究員として超高給取りになりますが、それでも日本に帰国する金がなく借金しています。偉大な医学者も自分の散財は直せないようですね。